真剣勝負始め。弱いからそうなるのよ。あなたを切ります。いいですね。立花右京 VS 高根響き真剣勝負最終戦始め。弱いからそうなる。この時代の居合の達人もこの程度か。次はあの夢二ってやつでも探そうかな。あなたを切ります。いいですね。高根響き VS 覇王丸真剣勝負最終戦始め。血を落とさなくちゃ。もう逃がさないから。勝負あり。
勝者高根響き。弱いからそうなる。ふーん、鷹は逃げるんだ。主が死んでるっていうのに薄情者だね。パッ、決める。発勝。ごめん、終わり。勝者高根響き。もう何人切ったかも数えられないや。もうで楽しい。あり。勝者高根響き。忍者じゃなくて僧にでもなれば、刀で切っておいて正義を語るなんて都合が良すぎるわ。でこっちや。決める。発勝。しよし。終わり。勝者高根響き。あなたを切ります。受けてみよう。いい、ね、こっちや。ここで、また会いましょう。その時も切り合いましょうね。パグナッパグナ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 。勝負あり。勝者高根響き。弱いからそうなる。いっててて、危うく死ぬとこだった。発勝。勝負あり。勝者高根響き。どれだけ動き回っても私の間合いに入った時点で終わり。影はおとなしく足元に転がっていて。あわっ。死を見ること。勝者高根響き。弱いからそうなる。ねえ、人斬りの先輩として教えて。罪悪感って何人斬って消えた？楽しい。タッチ。勝負あり。勝者高根響き。人を切って感謝されることが稀にあるの。あなたもどうやらその類の一人みたいね。力を得られる。発勝。勝負あり。勝者高根響き。もう決める。発勝。勝負あり。勝者高根響き。弱いからそうなる。一本でも抜くのが遅いのに七本とは贅沢ね。ここっすよ。勝負あり。勝者高根響き。弱いからそうなる。相当慕われていたみたいね、あなた。おかげであなた以外に切らなきゃいけない人が増えてしまったわ。見ること。キスで見ること。勝負あり。勝者高根響き。そんな獲物使ってて喧嘩ね。あなた本当は殺しとか好きじゃないんでしょ。勝負あり。勝者決める。もう逃がさないから。
高根響き。弱いからそうなる。高根響き。弱いからそうなる。ぬかば切る。ですから悪く思わないでくださいね。よし、私がお守りします。はあ、肩取り落とし。もうよし、肩切り、肩切り、肩切り。死を見ること。勝負あり。勝者高根響き。弱いからそうなる。冥府魔道でまた会いましょう。その時も斬り合いましょうね。あなたを斬ります。いいですね。行くぞ。高根響き VS チャムチャム真剣勝負最終戦始め。響き。弱いからそうなる。いっててて、危うく死ぬとこだった。あなたを斬ります。いいですね。どうぞお手柔らかに。高根響き VS 高村里真剣勝負最終戦始め。響き。弱いからそうなる。幸せなんて人それぞれよ。こんな風に人を斬ることを幸せと感じる人間だっているんだから。